KNTV 6月のドラマアワー。共感能力がない詐欺師と共感しすぎる弁護士、2人が悪に挑む痛快サスペンス、有益な詐欺。娘を救うため奔走する父親の24時間を描いたサスペンススリラー、憂鬱な一日。親友に人生を狂わされたヒロイン2人の愛と復讐を描く愛憎劇、3番目の結婚。スーパージュニアシオン主演、恋愛ベタな大人のリアルな恋を描くラブコメディ、恋愛なんていらない。痛快アクションエンターテインメントのシーズン2、復讐代行人2、模範タクシー。自らの人生を歩むため奮闘する愛と成長を描くロマンス時代劇、セジャが消えた。一人の男に翻弄された4人の女性の嫉妬と欲望を描く復讐劇、仮面の女王。詳しくは KNTV ホームページへ。